はい、こんにちは。南沢サイエンスラボの博士です。今日は大豆の発芽に非常に重要な水分調節について紹介したいと思います。このチャンネルは身近なものを科学するチャンネルです。もし動画を見て面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録もお願いします。サイエンスラボの畑に来ています。先日5月の9日に第38回親子農業食育教室大豆の種まきを実施し、地元の親子と一緒にこちらにたくさんの大豆の種をまきました。今日は5月の29日です。大豆の種をまいてから20日ほど経ってますので、もう十分ここに大豆が芽を出していてもいいんじゃないかというようなことかもしれませんが、実はですね、親子と一緒にまいた大豆の種は残念ながら畑の中で全て腐ってしまっていました。その後何回か大豆の種をまき直しまして、現在はこのように、今回お話しする水分調節のためにブルーシートを畑一面にかけています。後ほど中の様子について紹介したいと思います。皆さんもこれまでに様々な野菜の種やお花の種などを育てたことがあるかと思います。基本的に小学校5年生の理科では、植物の種子の発芽には水分と、から気温と、温度ですね、それから酸素、この3つが必要だということを学んでいます。その水分と温度と酸素、この3つが植物の種子の発芽には非常に重要なんですが、それ以外にも実は光というものも実はあるということが最近よく知られています。植物が種から芽を出して発芽する際に、そうした光が必要な植物というのも実はあるわけですね。そういうものを光発芽種子と言いまして、野菜で言うと、特にはほうれん草とか、それから人参とか、要するに非常に浅いところに種をまくものについては光が必要だということがよく分かっているようです。今回紹介する大豆に関してですが、大豆も一般的に先ほど言った水分と温度と、それから酸素、この3つは必要なんですが、特にこういった屋外の畑で栽培する際に最も気をつけなければいけないものが水分で水分す。です。大豆は日本人にとって最も身近な食品の一つです。特に大豆は豆腐や味噌や醤油など、納豆も含めてですね、いろいろな加工食品の材料になっているだけではなくて、その豆にやはり何か幸いをもたらす、そういった思いもあるように伺っています。大豆というのは、今お話ししましたように、いろいろな加工食品に用いられてますので、大豆そのものを見る機会はもしかしたら少ないかもしれませんが、節分の豆まきの時には、この煎った大豆を投げて鬼を退散させるというようなことに用いられてますね。こちらが大豆です。種の形であるものですが、実はこの大豆をですね、水を含ませると、あるいは畑にまくとどうなるかというと、このように大きくなります。このように水分を含んで、大豆というのはこのまん丸の形からこういった長丸の形になり、やがて今ここ発芽しかけてますが、このように芽が出てくるということになります。先ほど地元の親子と一緒にまいた大豆が全て腐ってしまったというお話をしました。大豆の発芽をうまく行うためには水分の管理が非常に重要です。特にこういった屋外ですと、大雨が降ったりすると土が非常に湿ってしまいますので、そうした時に腐ってしまうということがたびたびあるわけです。今日はそれをどうやって防ぐのか、どのようにコントロールすればいいのかについて詳しくお話ししたいと思います。是非最後までご覧ください。まず先ほど大豆、それから水を含んだ大豆ですね、発芽を準備をしている大豆の大きさが随分変わっているということを話しました。そのように大豆も先ほど言った水分と温度と酸素、この3つが非常に重要になってくるわけですが、特にこの水が非常に重要です。
実はですね、大豆は非常に乾燥しています、はじめ。ですから、その発芽には水が非常に重要になってくるわけですが、実は大豆というのは、周りの土のわずかな水分を吸収して、豆が膨らみ、そして発芽するということが知られています。そのように土に含まれているわずかな水分を吸収して豆が膨らみ、そして発芽するということなんですが、この発芽をする際にですね、実は大豆というのは、タンパク質が多いということも知られていますが、同様にデンプンも多く含まれているわけです。このデンプンとか、あるいはタンパク質は何に使われるかというのは、発芽やその尾の成長に用いられるということになるわけです。このように大豆に多くの栄養が蓄えられているということから、私たちは昔から大豆を食料の一つとして使い続けてきたわけです。ところがですね、大豆にとってはその蓄えた栄養はその後の成長の糧となるわけですから、でんぷんが糖に分解されて、あるいはタンパク質も栄養に使われていくのでしょう。そうした反応というものは、大豆が水を吸って大豆の中に含まれている酵素が活性化した段階で用いられていくということになるわけです。ですから、大豆が水を吸った時、大豆に含まれている栄養が、その大豆自体が使いやすい形に変換されていくわけです。ということは、簡単に言うと、周りからカビとかそういったものに感染しやすい状況になるというふうに考えればいいかと思います。実は5月の9日に大豆の種まきを行いました。当時はまだ梅雨に入っていません。今も入ってないんですが、一時期大雨が随分全国各地で降った時期がありましたね。そのような時に大雨が降って畑がかなり濡れてしまったということがあります。大豆をまいてからしばらく経っていたのに、なぜ発芽してこないのかなということを気になって、畑の土を掘り返してみたところ、ほぼ全て腐っていたということがあったわけです。そこで改めてそうした大豆の発芽に関する情報をですね、 YouTube などを調べてみたところ、やはりその水分の管理って非常に重要だということが改めて分かってきました。はじめに大豆をまいて、完全に乾いている土だった場合にはある程度水をかける必要はありますが、その後は一切水をやってはならないというのが、やはり大豆栽培の基本となるようです。同様に土が湿っていた場合にはそもそも水をやる必要はないですし、大豆を湿っているところにまいてですね、でポイントは周りから大豆は水分を吸収しますので、吸収しやすいように少し圧力をかけて土をグッと押さえつけてやることというのが非常に重要になってくるそうです。ですから私たちは、大雨があった後に畑の土を一度掘り返してですね、中の様子を確認した後、大豆を巻きました。そして上から少し圧をかけてですね、クワか何かでこう叩いて、ある程度大豆の周りに土がギュッと固まるような環境を整えたわけです。今から4日前の5月の25日に改めて畑に大豆をたくさん撒いて、土を上から少し叩いて、大豆に周りの土が触れるような環境を作って、そしてブルーシートをかけました。ブルーシートをかけた理由は、翌日に雨が降る天気予報があったからです。ご覧のように多くの雨がブルーシートの上に溜まった跡が残されています。このブルーシートを濡れたまま、あるいは水が多く溜まったまま中の様子を見ようとすると、その水が畑にかかってしまうかもしれませんので、とりあえず晴れて乾燥するまでその様子を見るのはやめておいたわけです。さて、実際に中の様子を見てみたいと思います。ブルーシートの四隅はテントなどに用いるペグで固定してますので、まずペグを外して一部だけ中を様子を見てみたいというふうに思ってます。やってみます。ペグを外しました。めくってみます。見えますか？ここ大豆が発芽してますね。芽が出てきています。他はどうでしょうか？
こっちはまだかもしれませんね。まあでも一部このように発芽が始まっていることが確認できました。よかったです。畑に改めて蒔いた大豆の種が発芽しつつあるということを確認することができました。本当に嬉しく思います。この後、まあ、しばらく時間が経てばその他の種もだいぶ出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。一方でエサンスラボの事務所の方では大豆のポット苗製作も同時並行で進めています。いずれにしてもこういった露地といって、まあ、屋外ですね、屋外の畑で大豆を育てるとは非常に難しいというのが正直なところです。もちろんその発芽した直後に、まあ、カラスなどに食べられるというような被害もよく起こるというふうに聞いてますし、大豆は非常に面白いものです。実際にこの後発芽が進んでですね、本葉が出てきた時には摘心と呼ばれるその後の収穫量を上げるために脇芽を育ってさせると、脇芽が成長できるように促す摘心というものがよくやられています。まあ、それはまあ後日その段階になった時に改めてご紹介したいと思います。現在南相馬サイエンスラボでは MSL 親子クラブという会員を募集しています。 MSL 親子クラブの年会費は3000円ですが、年間15回程度開催されるサイエンスラボ主催のイベントの参加費が無料となるものです。かわいい会員バッジもおられますし、まあ、今会員がすごく増えてますので、早いうちに、まあ、会員になるとよりお得になるかと思いますので、 QR コードもお示ししておりますのでメールで申し込みください。次回のイベントの紹介です。6月6日日曜日はこのサイエンスラボの畑の隣向こうにあるんですが、サイエンスラボの田んぼで田植えをやってみようと呼ばれる親子農業食育教室が開催されます。以前地元の親子と首都圏からの被災ツアーの皆さんと一緒に種まきを行い、苗を育て、ようやくそれが田植えできる状態になってきましたので、当日は非常に楽しみです。まだ申し込みは受け付けてますので、QR コードも示しておきますので、メールでお申し込みください。今日は大豆栽培に非常に重要な水分管理について紹介しました。これからもいろんなことについて紹介していきたいと思います。ありがとうございました。